皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。チームプラオレです。相良真由です。本郷さとみです。森山ゆりかです。はい、ということで2021年になりまして、今日はなんとなんと今年の運勢を占ってもらっちゃいます。やったー。しかもなんかね、すごい先生に来てもらえたらしく、ガチで占ってもらうので私たちもとってもとっても楽しみでーす、はい。はい、ということでゲストのあゆ先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにこの占いっていうのはどういった占いとかありますか？一応私のやり方が、オラクルカードっていうのとタロットカードっていうのをちょっと組み合わせてやらせてもらってるんですけど、今日はちょっと直近3ヶ月ぐらいの運勢を占おうかなと思って。なるほど。じゃあ私たちはこれを占ってほしいみたいな言ったら、それの直近3ヶ月を占っていただけるということで、仕事と恋愛と、全体とか健康とか、なんかそんな何でもいけるんですね、はい、ありがとうございます、はい。じゃあせっかくなんで、じゃあモリリンから占ってもらっちゃいましょうか。はい、はい、でもやっぱり私は仕事運が気になります。わかりました。お願いします。はい、すごい。モリリンは占いとか行くの？たまに友達に連れてってもらったりとかして占ってもらって、結構好きなの。おなんか今日もあの12星座の運勢みたいなのを毎日配信してもらえるやつに登録してて、今日はさすが1位だった。おそうから、これもいい結果になる。それはじゃあ続きだね。今見たところによると、はい、仕事2月がしんどいかなって感じ。もう出てるんですね、これで。1月は結構いい感じなんですけど、ちょっと精神的にしんどいかな。すごい。でも結果は出るし、すごいいい感じなんですけど、2月がちょっとしんどくなる、いろんな意味で。いろんな意味でっていうのは、これでもうちょっと細かく見ないとわからないんですけど、この3ヶ月っていうので見たときに、まあ、2月が一番ちょっとしんどいかなって感じで、3月にちょっと持ち直すって感じ。持ち直す、なんかポジティブにもう一回なるって感じで、でなんか落ち込んでても仕方ないなみたいな感じで、こう開き直るというか、なんていうの、立ち直るというかって感じで持ち直すんで、別になんかすっごい悪いとかはないですね。でも来月の方が3ヶ月内では一番いいかなって思って。じゃあ次、さとみ、はい、私、タイミングは何にしましょうか。私の仕事でみんな気になるからね、仕事はね。仕事で大事だよね。なんか2月あるんですかね、2人。あれでもなんかね、ずっとこんな感じなんですよね。ちょっと下がるって感じ。ちょっと下がる。森山さんよりはこうガクンっていう感じではないんですけど、みたいな感じで、ちょっと下がる、かちょっと下がる。2月なんかあんのかな。2月家から出たくない。何があんだろうね。森山さん、そうですね、なんかちょっとでも基本もでもこんな感じですけど、平凡っていう感じで過ぎると思います。だから無事に安定してできると思いますね。よかったんじゃない。これは安定が分かるだけでもね。そうだね。なんかそんな事件があるとかそんなのもないですよね。じゃあ全体でお願いしてもよろしいでしょうか。やっぱ全体的に気になるからね。そうだね、健康も大事だし、仕事も気になるしね、いろいろ気になっちゃうから、全体を見てもらいましょう。私はあんまりなんかね、占いとか普段行かないし、しないタイプで。信じてはいる？いや、なんか行くのは好きなんだけど、そんな頻繁には行かないかな。あ、そうなんだ。あんまり行こうと思って行くことは少ないかもしれない。でもなんか綺麗な感じだ。先生、なんか一瞬止まってた。怖い怖い怖い。あれ、綺麗だからいいってわけじゃないのかな。あ、そうなんですよ。あ、やばい怖い怖い怖い。もうなんかちょっと、あれ、なんか不穏な空気が流れてるぞ。ちょっとやだ、怖いな。うーんっていう、なんか何も聞こえない。さっきの感じと全然違う。いや、1月はなんかね、仕事良くなりそうなんですよね。これ仕事のカードなんですけど、仕事いいよって出てるんですけど、ちょっと3月が心配です。3月、うん、一番、2月はなんか個人的には楽しいことがあると思うんですよね、はい、恋愛とかでちょっといいことがあるかもしれない、いい人と出会えるかもしれないです。ついに運命の出会いが来る。3月でちょっともう、何があった、なんかね、これちょっとあんまり良くないですね。あんまり良くない。あんまり良くない。全体的に、
まあ、1月仕事いいし、はい、2月はちょっとプライベート充実っていう感じなんで、ちょっと3月だけ気をつけたらいいかなって感じ。何気をつければいいんですか？なんか全体的にね、ちょっと心配かなって感じなんですけど。全体的に心配。3月とにかく気をつけて。とにかく気をつけて。なんか1、2はいいんですけどね、ちょっと3が。でもモリリンが落ちるやつとこの3月はどっちが良いですか？モリリンやばい。どっちかって言ったらなんかね、内容が違うと思うんですよね、はい、さっきの仕事とかの絡みねっていう感じだったんですけど、全体をね見てるんで全体的に悪いってことですね。なんか仕事の嫌なとかじゃないですね、これ。あ、そうじゃないやつですか。仕事とかではなく全体的に、全体だけに、全体的に気をつけてください。全体的に全体的健康とかもろもろ気をつけます、はい、まあ、1にはいいんで、はい、はい、3月だけ、3月は気をつけます、はい、いいこと知れました、3月気をつけます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。1回、はい、はい、3月1回考えたら、そのカードは何、全体的に悪いみたいな、これめっちゃやばいんですよ。めっちゃやばいですか？いろいろ辛くて、全体の始まりなんで。全体の始まりやばいよ。これ全体はなんで、健康運とかも結構全体的なことなんで、ちょっとやばいかもしれないですよ。仕事なくなるかもしれないし、や結構やばかったんで。結構やばかった。私は一番やばかった。なんか事故に遭うとか、そういうのもあるし。言えないほどだったんですよね。なんか淀んでたんで、なんか言えなさそうなことなんだろうなって言えるかなと思って。あ、お金とかも全体的にちょっと悪くなるカードなんですよ。で、この時もここにあったカードとかもそうだったんですけど、ちょっとだんだん悪くなってる。仕事も金も全て失う、全て失うよ。健康とかもね、これ全体で見たんで、はいはいはい、そうですね、結構でもここにあったやつが全部悪いカード。ちょっと再会で、はい、すみません。はい、はい、ということで、はい、本日3人に私たち占ってもらいましたけれども、うん、まあ、それぞれのね、この3ヶ月で気をつけることだったり、うん、まあ、逆に安心だったりありましたけれども、うん、私怖いよ、3月、本当に。でも逆に今こうやって知れたおかげで、そうだよ、3月は気をつければいい。そうだ、全体的に気をつけるわ。モリリンも2月気をつける。モリリン2月気をつける。え、でもそれよりやばいんで。それよりやばい、やばい、それはやばい。そうだよね。ちょっと後ほど詳しいお話を聞きたいと、はい、思います。でもね、あの、大丈夫だよ、全部ドッキリだから。怖いわ、それもちょっと怖いわ。え、本当にドッキリ？あ、本当にドッキリ？あ、出てよかった。本当のドッキリだと思った。微妙な話だな。いや、マジでドッキリの方なのか、あの、優しさで言ってんのか、どっちか分かんなかった。これ、全部ドッキリだよ。あ、よかった。大丈夫だよ、健康は大丈夫だよ。でもガチで占ったんですよ。ガチで占って本当は全然ちょっとしんどいぐらい。待って待って待って、ちょっとしんどいわ、ちょっとしんどい。あ、でもなんかストレス溜まるなぐらいなんで全然大丈夫。あ、でも一番やばいな、私何。いや、でも一緒ぐらい。なんかあの、ドッキリのテンションじゃないんだもん。サトリンが大丈夫だよ、マイチドッキリだからって言うから、あ、慰めてくれてんだなと思って。ちょっと私の優しさが出ちゃったから、優しさドッキリだった。